ちょ今な私の部屋めっちゃ臭くてもうめっちゃ臭いねん。えやばい、ちょっと臭いって言っててなんか恥ずかしくなって顔赤くなってきてんけど、ちょっと前にさディフューザーの液をこぼしたって言ってんけど、もうそれ以降なんか家がなんかもう臭くて台所でこぼしたからもう昨日めっちゃ洗ってんな。もうさ料理屋さんの厨房みたいにもうなんかもうホースめっちゃ伸ばしてもうブワーって水かけて洗って、まあ、でもマジなってんな。匂い事件が一段落したかなと思ったら次洗面所がなんか次臭くてだからドラッグストアに用があって、まあ、しかも夏でめっちゃ暑いやんか。でドラッグストアでさ制汗グッズめっちゃ売ってるやん。もうそれ系もめっちゃ気になっててんな。っていうことでドラッグストアで気になるものをいっぱい買ってきました。あ気になるものリピしてるもの、これで鍛えられそう。ほんまに臭いんす。夏って洗面所臭くなるんかな。お風呂場は臭くないねん。何臭いんやろあれは。えでも下水、え下水なんかな。柔軟剤がなんか 500% ぐらいの匂いすんねん。え多分さなんかあそこ通気性悪いねんか。入浴剤とかもめっちゃ置いてるしさ、なんかラッシュの入浴剤とかも置いてるからかなんか 500% ぐらいの匂いしてんねんな。まずこれ匂い撃退のためにこれじゃじゃん、無香空間の特大バージョン。あのアロマディフューザーこぼしたみたいな話を動画でちょこっとさせてもらった時にコメント欄で視聴者さんにこういうなんか無香空間無臭空間なんかそういうなんやら空間買ったらめっちゃええでってコメントいただいて、なんか自分的になお香を焚くとかっていうのしかなんか対策方法考えてなかったな。あだからあこういうのそういえばあるなと思って、こういう無香空間って街のなんかトイレとかに置いてるイメージなんだけど、ちょっと眼科消しとくわ。ほんまに匂い消えますように、匂い取れますように、ちょほんまにお願いこれも買ってきた、リセッシュ除菌 EX ワイジェットストロング。これさ空気清浄機レベルの消臭力って書いてんねん。え絶対最強やんと思って、これ空間でもいけるんかな。あでも汗皮脂臭調理臭加齢臭生乾き臭ペット臭って書いてるからいける。洗面所ほんまに臭いねんけど、えっすごないこれ、自動で拭いてくれんねんけどなんか降りすぎて逆に鼻ムズムズしてきた私の家さなんか入ってすぐにもう洗面所とお風呂ともうトイレとなんか全部あって、でエアコン効かへんから、それで多分熱い匂いがこもってなんか匂いと反応して臭なったんかな。なんか全部掃除グッズがもうすぐなくなりそうやねんな。これウェットティッシュで、これ布巾ですね。こんな説明いらんわって感じじゃん。床拭く、これあの空拭きの方のワイパーとレンジ用冷蔵庫用クリーナー、ちなみにこれ全部マツキヨですね。今回大半がマツキヨで、で欲しかったけどないなってやつを杉薬局で買ってきました。昨日キッチン周りを掃除した時にキッチン綺麗になったなと思って冷蔵庫開けたら、なんか冷蔵庫の中なんか汚ねって思って普段馴染みすぎて目につかへんけど、よくよく見たら汚ねって思ってんななんかお風呂が臭いんかなと思って排水口掃除これだけってやつこれ買ってきてんけど、でもそのさっきお風呂開けたらやっぱお風呂じゃないねんな。ってことは洗面所ってなって、何が臭いんやろほんまに。家におったら鼻さ馴染んでくるからなんかそのツーンとした匂いそこまで気にならへんねんけど、なんかどっか出かけて帰ってきたらくっさってなんねんな。こういう系あんまり普段使わんねんけど、なぜならこの混ぜるな危険って書いてて、自分ちょっとアホやからさなんかそういう変な液体混ぜてなんかそのなんか化学反応を起こして気づいたらほんま意識失ってるんじゃないかなと思って、混ぜるな危険ってなんか特になんかこう大きく書いてるやつあんまちょっと怖くて買えへんねんけど、大掃除しよっかなと思ってサブチャンになんか大掃除のロング動画流そっかなと思ってんな。でこれですね、次ブルーレット置くだけのこのドボン2倍サイズってやつ、タンクの中に突っ込んで置いとくやつやねんけど、これななんか置いてるか置いてないかだけで結構変わんねんな。しかもこれ安いねんか、結局どっちの方が長持ちするか分からへんねんけど、その上に置くタイプも何回か買ったことあってんけど、なんかこれ今3個目ぐらいリピしてます。いいねんなこれ。まあそのすごい青い水なんねんけどな。で次これ歌麿大先生、まあ歌麿がなかったらほんまに生きていかれへんってぐらい結構歌麿大好きやねんな。家の掃除マジでこれ歌麿めっちゃ重宝してる。
じゃあ次が性感対策。そのドラッグストアで気になってるやつ結構あってんの？あの怖いことに夏やから汗かくとかじゃなくて、その一年中ずっと汗かいてるんですね。真冬でも汗かいてるんですよ。真冬の電車ほんまにもう暑くせんといてってほんまに思っちゃうぐらい一年中汗かいてるんですね。でだからなんかそういうもう汗対策とかどうせやっても意味ないってみたいな、結構諦めたんですけど、意外と使ったらえすごいやんって今年思った時があってですね。えまずこれよく聞くっていうので知っててんけど、そんなんそんなんもう自分なんかそのさ気持ちながらひんやりしてんなぐらいかなと思ってダメったんですよ。えけどこれフェスでお一人様一枚って感じでなんか無料配布しててんな。7月に京都大作戦っていう京都のフェスに行ったんですけど、その時に暑すぎてなんかもうフラフラしててん。で自分の好きなスーパービバの出番来るわと思って体育館とか行ったりして一回木陰に休んだけど、もうこんなんなりながら行った時に今このヒアバンド無料配布してますってなって、もうこうやってこうやってこうやってこうって行って首につけたらもうほんまに生き返ってめっちゃ助けられてんな。これさ見て、マイナス3度が1時間続くって書いてるやん。こほんまに1時間続くねん。フェスってさ、そのさアーティストからアーティストの始まる前の間結構長いやん、40分ぐらいしてんか。もうその間もうこんなになってる時にこれ首に巻いたらほんまに助けられてんな。えだからフェスとか夏結構野外行く人みんな買った方がいいねってほんまに思う。もう今やーっていう時にこれ結構使ったらいいんちゃうかなって思った。えすごーって思った。なんかめっちゃ失礼ながらすごい舐めててんけどほんまにこれ助けられてんな。これビオレが出してるやんか。だからあじゃあビオレってすごいやんって単純なんですよ。だからじゃあビオレ信者になろうと思ってこのビオレの汗拭きシートも買ってきたし、このビオレのスプレーも買ってきたこれに関してはギャッツビーの方がやっぱ効くっていうのは分かってんねんけど、なんかギャッツビーってさメンズ寄りの匂いというかなんか石鹸系のなんか柔らかい匂いが好きやねんけど、ギャッツビー結構匂いガクンってくるやんか。これもそんなこと一緒か。この見た目でギャッツビーって書いたらギャッツビーの匂いやなと思うな。最近あの運動してるんですよ。編集とかしてる日とかやったらもう家全然動かんから、もんちゃんそのちょっとでも出かける時にいっぱい動いとこうと思って、例えば電車で30分かかるところチャリで30分こいで行ったりすんねんな。なんかバスケ始めたりとか、最近チョコザップとかもジム行ってんですよ。まあでもチョコザップは夜に行くからその家帰ってお風呂入るから別にこれで吹かへんねんけど、こういう系1枚あったらいいなと思って買いました。これいいなと思ったのが水分たっぷりって書いてんねんけど、その後にサラサラなんねんって。でもなんか足の裏すっごいベタベタやねんな。こんなん言ったらなんかもうなんか臭いやつと思われてたんやな。3日臭いやつと思われても綺麗系チャンネルとかでもないやんか。臭いって思われても言うな。そう私は臭いですでこれハンディミスト、これマイナス10度やねんってガチ？と思って、結構こういう冷たい系ってガチで冷たかったりするやん。これどうなんやろな、汗かいた時に特に感じるって感じなのかな。室内やからなんかそんなにめっちゃ冷たいなって思わへんかったけど、これは汗かく時外で試してみたいと思います。次、えこんなんあるんってびっくりしたやつやねんけど、これ顔に振るやつ。ハンディファンの前にこれ振ってハンディファンあったらめっちゃ冷たいよって書いてる。メイクが崩れにくい速乾処方、白浮きしないノンパウダータイプ、すっきり潤う保湿成分配合やって。何見せられてるんって感じよな。ちょっと唇の上らへんがスースーするわ。これでハンディファンあったら結構冷たそう。これテスターで使っていいかもと思ったやつやねんけど、これ84から出てるアロマスイッチ、これ涼感涼感ネックジェルですね。これは汗かきすぎて髪の毛がさベタって首についちゃうとかってあるじゃないですか。それをストップってしてくれるって。汗が気になるたび香りが再発酵、マンハッタンリネンの香り。何の匂いやろな、マンハッタン。こういう匂い系がさ3色置いててさ別にどれでもええかもってなった時にさ一つさめっちゃ売れてる段あったらそれ取っちゃえへん。あなんかこれ流行ってんのかもしれんって。自分そっち入れんな。なんかしかもこれさテクスチャーなんか面白いねんな。なんか思わない、これ個体って感じ。これさ塗ったらサラサラなってん。てか今いろんなやつつけすぎてだいぶ皮膚サラサラやねんけど、結構なサラサラなっていいなと思った。なんか柔軟剤すごい匂いするな。これぐらいの量ってちょうどありがたいよな。でこれがネットの記事で読んでえそんなんあるんやと思ったやつやねんけど、これなんかメイク崩れを防ぐ
メイク持続シートってやつ、超オイリー肌用って書いてるんだ。3秒から5秒メイクの仕上げの時に抑えねんって。こんな抑えたらメイク崩れるんちゃうんと思うけど、パッと見メイクは落ちてなくない？落ちてんかな。皮脂吸収パウダー量 1.9 倍やって。皮脂って書いてたらもう取っちゃうんよな。スキンケア商品とか見てても皮脂って書いてたらババン取っちゃう。ほんまにこの皮脂の量ど喧嘩せんといかんやで。ど喧嘩せんといかん。これでサラサラなんねんて。このここら辺はチーク残ってるやんか。ここ今日ノーズシャドウ塗ってんで。けどこんななんねんな。ほんまにこれど喧嘩せんといかんからな。これ一回ちょっと調査しようと思います。以上汗グッズがこうそんな感じやねんけど、このさドラッグストアと全く関係なくて汗グッズですっごって思ったやつがあってさ、ちょ紹介して。これ視聴者さんからいただいたんですけどありがとうございます。白のアイスミントっていうボディーローション、これ外行く前にぜひともほんまに塗ってみてほしいっていうぐらい清涼感半端なくて、エアコンついてる家の中で塗ったらなんか寒すぎて逆に体痛いって感じやねんな。お風呂上がりにこのボディーローション塗ってんな。全身のもうあらゆるとこ全部に塗って、10秒20秒経ったら冷たすぎて一回布団くるまって、でもそれでももう寒すぎてなんかどうしようもないから一回袖で行ってんな寒すぎて無理ってなってこれ塗って袖かけたら結構ほんまに冷たくて、なんか汗はかくねんけどなんか清涼感があって感動した。これ制汗グッズ探してる方とか、その汗かきな友達にプレゼントとか、これぜひおすすめです。ドラッグストアは全く関係ないんやけどね。次お風呂グッズ系ですね。ジュージュー、まず入浴剤がじゃじゃん。ドラッグストアに行ったら要はこれと、こういうなんかマジで体に良さそうなやつ結構好きなんですよ。おしゃれな入浴剤とかは女子力が高めたいなっていう時にすごい使いたくなるんだけど、ちょっと体痛いたいとか今日めっちゃ汗かきてーっていう時になんかこういうの使いたくなるんですよね。黒くなるのかな、中のやつもめっちゃ黒い。入浴剤のこういうのの後ろの文章読むのがめっちゃ好きで、お風呂入りながらいつもこういう後ろの成分とかずっと見てんねんな。後ろにその成分の内容とか魅力とかもう書いてくれたら書いてくれるだけ、もうめっちゃ嬉しい。みんなお風呂入る？今の時期毎日入ったりする？私あんまりな、最近やったら 2,3 日に1回ぐらいしかぬくもらんかも。でこれがヘアトリートメント、アノブのウォッシュウォーターセラムトリートメント、洗い流さないトリートメントですね。ここいいよな、韓国のやつで。アノブの、あ、ちゃうわちゃうわ、アノブやんな。後ろ見たらさ、アノブのウォッシュウォーターって書いてるから、なるほどね、その洗わんでいいよっていうのを思うしね。ヘアトリートメントを使って好きやったからミストタイプ買ってみた。これ友達ん家で一回使わせてもらった時にめっちゃ髪の毛サラサラになったな、なんかまとまったなっていう印象があってんな。よう見るもんなこれ、夜っていうやつか。え、なんかさ、シャンプーとトリートメント一生探してんねんな。シャンプーとヘアトリートメント難民やねんけど、IOU は好きやねんけど、なんか他にもなんかの色試したいなと思って。私髪の毛が髪細くて猫っきやから、でしかもお父さんが爆発的な電波やからもうクルンクルンやねんな。でお母さんもクセっ気やから、マジで血筋的にストレートヘアは絶対生まれない血筋なんですよ。ちゃんとケアしないとサラストみたいにならんねんな。だからよう髪の毛くくってんねんけど、めんどくさってなって。うねり髪もサラサラにとかさ、パサつく髪もしっとりって書いてるから両方求めてるものやってなってな。これなんかほんまに使ってすごいなんかまとまりがあった記憶があんねんな。でこれがリピしてるやつやねんけど、ベイビーフォームボディシャンプー、これ量多いから結構長持ちすんねんけどな。ミルク石鹸って感じで、お風呂入った後もそのなんかミルクと石鹸のいい香りがほんのりすんねんな。でこれ泡タイプやからめっちゃ洗うの楽やねん。なんか石鹸の香りとかベビーパウダーとか白いイメージの香りが好きな方いらっしゃったらこれ多分好きな匂いやと思う。しかも大容量やね。この匂い体につくならまあお風呂入ろっかみたいな感じで、風呂キャンやけどまだ入れてます。だから私からは多分ミルクの香りがするはずやから、まあ、そのさっき言った洗面所がなんか臭いとかなんか言ったらってことをちょっと忘れてもらえるこれも別にそんな紹介せんでもいいな。ノニオのマウスウォッシュです。はい終わり。そんな紹介することないから、はい終わり。同じ感じで携帯用でなんかできるやつやねんけど、これな結構グチュグチュってしてペンってしたらこんな口の中汚いんって、結構汚れがほんまに取れます。でなんか口がめっちゃさっぱりする、ちょっと酸っぱい感じやねんな。最後美容系ですね。
まずこれリピ買いのやつですね。酒粕パックがめっちゃ好きで結構何年も使ってるって感じなんですけど、洗い流すタイプのパックやんけど、これなんかな、くすみ透明感アップって書いてて、まあ、確かにくすみも飛ぶなって思うし、これ使った後めっちゃお肌柔らかくなる。その後の化粧水とか結構染み込みやすくなるかなって。なんか普通にあの酒粕自体まず好きすぎて、なんかこれ顔につけながらすごいペロッとしちゃいたくなる。であとルルルンのクレンジングバーム、メイク落としがなくなったから買おうと思って、アットコスメのレビューとか口コミとか見たりとかして、なんか皮脂とかを結構吸収してくれるというか、洗浄してくれるというか、なんかこう整えてくれるというか、それで結構顔がスッキリするみたいなこと書いてたから、割と脂性肌とか混合肌の人に割といい的な感じの口コミを読んだので買ってみました。しかもこれダブル洗顔不要やねんって。ダブル洗顔不要って書いてもさ、絶対洗っちゃうねんけど。洗っちゃわん。あとパック、これさ、こんなん出てんねんって。薬用ルルルン、普通にこのパッケージ可愛くない？パケ買い？パッケージ見て可愛いと思って、緑が好きやからこんなん出てるんやっていう。あとこれさ、ごめんね素肌っていうパック知ってる？化粧したまま寝ちゃったわみたいな時に使うといいよっていうコンセプトで使われてる、ごめんね素肌っていうフェイスマスクがあんねんけど、これは新聞にそのごめんね素肌のピンク使った時に、あ、これいい感じかもと思って、ほんまにこの通り気になるっていうので買ってみました。気になるよの、これさ、普通にパッケージ見てさ、おでこ疲れてる？わかるやんか。食べ過ぎた？か落ち込んでない？とかさ、寝不足？ストレスを感じる？とか、食べ過ぎた？とかわかんねんけど、愛されてる？って、これ何？なんか愛されてるだけさ、なんか全然その関係ないことじゃない。あとこれクオリティファーストのやつ、ダーマレーサー AG100 マスク。これいろんな色売ってるやんか、けど正味どれがいいか分かってない。なんかどれもいいなみたいな感じで思いながら使ってんねんけど、でも最近私皮脂とかのことを調べてる時にアゼライン酸っていうのが入ってる化粧水とか使うといいよっていう、なんかそういうの見てんな。唯一このアゼライン酸だけ私が覚えてる言葉なんですよ。それが入ってるクオリティファーストのマスクやねんって。ベタつく肌、皮脂トラブルへ集中アプローチとか書いてるから、絶対私やん。でこれもごめんね素肌っていうパックのとこから出てるくまらないっていうアイクリーム、全部ここのさパッケージ可愛い系よな。その根元のクマとかくすみをカバーするってやつやねんって。レチノール誘導体、ナイアシンアミとヒアルロン酸とか、なんかそういうのが入ってるらしい。あとビタミン C 誘導体も入ってんねんって。ついちょっと前やねんけど、彼やでにクマとかっていうのを彼はそんなにご存知がないのか知らないですけど、えっ、なんか目の下めっちゃ黒いけど大丈夫みたいな言われて、体調悪いんとか言われたから、えと思って鏡見てみたら、クマやんけみたいな、クマやねんって言って、そう心配されるほどなんかクマがすごかったみたいですね。クマっていう認識ないんかな。いや、あるよな、あるよな、なんか心配されてんな、ここら辺なんか真っ黒やけど大丈夫みたいな言われて、えクマですけど。あとはもう全部リピ買いで買ってるやつなんですけど、これケイトのスノースキンベーススノーイエローっていう、私ケイトの下地結構好きなんですよね。紫のパープルのやつを何年も使ってて、イエローって鼻周りとかの赤みとかを隠すのにいいらしいんですよ。で私いつもこの辺が赤くなりがちやから、カラーコントロールにちょうどいいんかなと思って、イエロー初めてやわ。だいたいいつも使うってなったら紫とかピンクとか、あとはセザンヌの超細身アイブロウのオリーブブラウンとライトブラウン、多分10本ぐらい買ってんちゃう。好きやねんな、細いから描きやすい。今の眉毛の色的にどっちが合うかわからんかったから、まあどっちも使うっしょってなって2色買いました。で最後リップ、レブロンのキスシュガースクラブっていうリップバームやねんけど、めっちゃ使ったのよ。ある日どっかなくしちゃってな、あれどこ行っちゃったんやろってなったまま結局見つからずなんですけど、私ほんまに特技がリップなくしやねんな。なんかどっか置いてきてんのかな、リップスクラブ入りのリップバームを使ったのがこれが初めてやって、そっからそのスクラブ入りのリップバームが好きになったんですけど、結構使い心地はザラザラしてんねんけど、これピーチの香りで、前ノーマルの白色買ってんけど、白色の方が匂い的に好きかな、ノーマルの匂いの方。なんかちょっと口紅の匂いも混ざった感じのピーチの匂いというか、ノーマルのやつも香りの方が好きかもやな。で最後これキャンメイクのなクレヨンタイプのリップがめっちゃ好きで、なんかちょっと画面越しだったら濃い色に思うかもしれへんけど、多分唇に塗ったら程よくオレンジの色がするかなって感じ。
結構茶色かな。ちょっと1日の前で唇荒れてんねんけど、そこまで主張しすぎずオレンジみたいな、ちょっと潤いもある感じで好きやねんな。え、以上こんな感じで。臭いのどうなったかな。あ、まだちょっと臭いな。さっきまでこのここのドアのとこでも結構匂ってたんですよ。ここのここ立ってもなんか匂うなって思ったんですけど、開けてってしたら、まあ、匂うなって感じやから、まだまだ。しかもなんか熱すぎてさ、クリーム系が溶けてんのかな。ほんまに分からへん。何の匂いかちょっと分かんないんですけど、動画終わりたいと思います。明日の朝起きたら匂いがちょっとマジになってますように。どっからなの匂いなの。家が臭いチャンネルの動画を見ていただきありがとうございました。バイバイ、ありがとう。ちょ頼みますわ、マジ頼みますわ。